はい、どうも、いちおです。じゃあ続きいきますけども、はい、ミスリル82までたまりましたね。ノーマルダンジョンもね、まあ着々と消化しております。はい、そんでもってね、レベルがね、だいぶ上がってきましてですね、どう見よっか。はい、クラウドティーダ・ラムザは一応レベル50まで上がりましたね。うん。で、まあ、弟子とフリオニールももうちょっとでレベル50まで到達しそう。はい。まあ、こっからね、ちょっと記憶結晶をどう振り分けていこうかなとか、ちょっとまあ、いろいろ考えてますけども。現在はですね、儀式の間かな、記憶結晶の原石が2つなんですよね。はい、これどうしようかなって思ってて、とりあえず2人ですよね。2人限界突破させようかなとは思ってますけど、持ち物、その他、持ち物でもさ、見れないかな。記憶結晶。はい。これだけ、ちょっとイベント回ってきてね、これだけ手に入ってます。5と9のキャラですよね。うん。記憶結晶を手に入れました。っていうのもね、イベント結構いけたんすよ。はい、ここまではいけてます。オーバーフローのね、フレンドさんというか、借りて、一撃必殺でね、一撃必殺で、ここまでは来れました。はい。ちょっと EX プラプラはね、まだちょっと、いけるかどうかはわからない。こっちもね、こんな感じです。ちょっとこの辺まだ武器がないから、まあレベル的には多分いけなくもないんだろうけど、武器がないからなかなかね、厳しいかなっていう感じがします。で、今何をしたいかと言いますとですね、ミッション、はい、ミッションもね、試練の書2はクリアしました。はい、で今3をやろうとしてるんですけど、はい、1つ抜いてあと全部達成。この武器1個レベル20にしようっていうやつなんだけど、これちょっとね、なかなかねできなくて、っていうのはまあ何でもいいんですけど、まあ主人公で、あ、持ち物で見た方がいいか。レベル20に到達する武器がないんですよね。これとこの、この隣、このティナ装備してるやつ、これ、合体させても多分レベル15でしょ、マックスが。レベル20に到達できないから、星5の武器、星5以上の武器を1本取って、レベル20まで上げて、このミッション達成したいって思ってます。はい。というわけでですね、まあ、シリーズハッピーとかいろいろあるんですけど、どれか一回ガチャ回そうかなと思ってます。ミスリル5個ぐらい使って。まあ、5個、確か5個じゃなかった、シリーズハッピーは。多分そうだよね。あれ、違ったっけ？あ、5個だよね。OKOKOK。だからこれ、ちょっとどっか回して、とか言ってもな、ちょっと、どのシリーズ回そうかな。できたらレベル、ね、強いキャラの専用武器欲しいから、そのシリーズ狙っていきたいんだけど、いねえからな。ちょっとその辺まだ悩んでますけど、うん、ガチャどっかで一回やろうかなって思ってます。
25個、これラッキーか。25も使いたくないな。やっぱ使うとしたら5個だな。15個で実践できるか。あー、好きなシリーズ。なるほど。なるほど、なるほど。これもなかなかいいですね。これ11連か。ちょっと考えましょうか。まずはこれいこう。1日1回のね。これ引いて、もしかしたら、合成で、レベル20まで到達できる武器も引けるかもしれないし、まあ分からんけども。これ一回引きたいと思います。オーケー。何でもいい。星3だ、異常だったら何でもいい。あー、ダメかな。星3だ。はい、なんだっけこれ。3の武器じゃなかった？飛竜の爪。はいはい、格闘。というわけで、まあレベル20にね、できる武器っていうのは手に入らなかった。あ、やべ、回しちゃった回しちゃった。ちょっと見ようと思っただけだったのに回しちゃったね。まあいいでしょう。見ようと思っただけだ、今回しちゃったよ。はいはい、鉄壁、鉄壁来ちゃったね。じゃあもう一つ回そっか。はい、弟子専用の鉄壁のグリムは、はい、じゃあ試練の1、ね、小1も回しちゃおう。これとっとと回しちゃおう。選べるリストちょっとまだ選びません。これ後回し。とりあえず今強い武器欲しいから。はい、弓ですね。これはなんだ、3かな。はい、カエサルプレートだね。乱鳴喝殺だ。デバフですよね。攻撃マリコ一定時間ダウン。まあなかなか使えそう。よっしゃ。ちょっとやりたくてやったわけじゃないんだけど、まあ武器手に入っちゃったから、強化しよう。ごめんね。なんか本当いつもグダグダで申し訳ないんだけど、基本僕グダグダ実況なので許してね。よし、これで OK。 ミッション達成。アビリティ解体、オーブ変換、レコード、ダンジョン、いけるとな。まあ、ついでだからこれも、はい、アグリアス、アグリアス呼んでこようか、せっかくだから。弟子、ちょっと待って、どうしようか。待って、次のミッションを見に行こう。はい、3は OK。 4、あー、そうそうそう、アビリティもね、ちょいちょい作りましたよ。そうそう、このパワーブレイク、パワーブレイク作ったし、まあアビリティ見に行こうか。はい、ファイガ、ブリザガ、サンダガも作りました。さっさとね。ファイガ、これと、ウォータガもか。あ、ちょっと見れないね。え？見れない？見れないことはないよな。
ファイガー、ウォータガも作りましたしね。バイオラはまだ作ってないんだけど、まあこの辺作ってやりました。表示されてないか。表示生成可能優先だもんね。うん、こんだけファイガーブリザが個数1個になってますよね。ブリザがサンダがストンガとかはまだ作ってないけど、あとパワーブレイクも作ってやりました。ちょっとこれじゃ見れねえか。いや種類別になってるよな。うん、あこれだ。でミッションでマジックブレイク作りなさいっていうのもあったから、マジックブレイクも作っちゃいます。さっさと、はい、これは惜しみなくどんどん、ちょっとね必要になってくると思うんで、ゆくゆくはね。ちょっとグダグダで申し訳ない。星3以上のアビリ、前魔法剣アビリティ、白魔法アビリティ、星3以上のアビリティを3個精錬。ちょっとこれ大変だね。英雄1人を限界突破。スタミナ上限を55。フォースダンジョンを行け。どれ行こうかなって思ってて。13はさ、全然進んでないんじゃない？多分。あ、13まで到達できてないね。うん、しばらくじゃまたノマダンやっていかなきゃダメかなっていう感じしますけども、じゃあさ、ちょっとね、何回も行ったり来たりで申し訳ない。この上3ちょっと頑張ってやってみようか。魔法剣士の魔法を3個精錬。3個精錬できるかな。できなかったらオーブ集めに行かなきゃダメだけど。魔法剣いきます。魔法剣星3の魔法剣。あ、まあいけそうっすね。ファイラ剣とか、まあ何でもいいと思いますけどね。ファイラ剣、ブリザラ剣、サンダラ剣とか、エアロラ剣とか、まあこの辺は必要になってくると思うんで、ファイラ剣いこうか。あ、オッケー。よっしゃ。まあ、雷のオーブだから、まあサンダラ剣か。サンダラ剣とかいければいいんだろうけども、まあ適当です。この辺はオーブはまあ集めようと思えばすぐ集まるんで、この中ぐらいのオーブはね。はい、じゃあ次は白魔法アビリティを1個生成。白魔法アビリティを1個生成します。あ、違う、こっち魔法、白魔法、まあ回復がいいんじゃないの。はい、サイレガーを1個もらったと。よし、ほんで次は精錬だよね。精錬は厳しいと思うんだよな。3個精錬でしょ。先に1人を限界突破させるようにするか。うん、どうしようかな。1人限界突破させましょう。クラウドティーダ・ラムザが、あれだよね、カンストしてる。まあ主人公せっかくね鉄壁取ったから、弟子もちょっと
限界突破させたい気もするけど、まあいずれそんな時間かからずね限界突破できると思うんで、まあ誰にしようかな。クラウドにしようか。こいつ魔法剣使えるし、うん、まあまあこいつら、この2人、このあとごめんなさい、弟子になりました。弟子とね、うん、エースストライカー、エースストライ、うん、レコマテレコマテレコマテレコ、うん、このクラウド主人公、弟子、ラムズ、ティーダの4人はとにかく優先して限界突破させていくからさ、レコマテ欲しいからね。クラウドでいきましょう。クラウドを、限界突破させます。まず1個ね。クラウド567クラウドいきます。はい、もう惜しみなくどんどんいくよ。これテンポが大事、テンポ。ソルジャーの位置に剣を装備、はい、オッケー、よし。次はセレンできるかわからないけど、まあセレンちょっとやってみよう。星3だよね。なんでもいいけど、ケアルダ、ケアルダいける？ケアルダ使うと思うんだ。ケアルダ。3個セレンって言ってたよね。ファイラ剣はいける？ファイラ剣。まあ、あとパワーブレイク、マジックブレイク。セレンしてもいいかなって感じするけどね。マジックブレイク。これで OK、 達成、達成されました。あとは、あースタミナを55にしようか。これまだ時間かかりますね。はい、じゃあ残り2つ、また動画外になりますけど、僕これミッション達成していきたいなと思います。早くね、こう試練の書5まで行きたいんですよ。5をクリアしたいからっていうのは、5をクリアするとこのパワーアップダンジョンのね、よりまたこの強い、この辺とかもそうだし、この辺もね解放できることになるから、早く5をクリアしたいっていうのはあるんですよね。はい、そんな感じです。そんでもで、じゃあイベントの、この辺、まあ、行けるかわからんけど、まあ、ちょっと行ってみようか。あと、アグリアス迎えに行くか。アグリアス。タクティクスだよね。せっかく武器取ったから。どこだっけ？回転だな。いたいたいた、この辺だね。アグリアス。はい、オッケー。まあ、ちょっとまだレベルはね、上げませんけども。ちょっと移動でみようか。倒せないとは、まあ、野まくりでもいいんでね、ちょっとここ、いければいいなと思います。っていうのは、ミスリルだから、ミスリルもらえるから、これ、よく戦うよ。出てくるよね、こいつ。魔法攻撃のみを行う。バリア、あー、地属性はなし。ネクロフォビアは、全属性が弱いと。バリアは常時リフレク状態で出現。魔法はあんま使えないってことかい？いけるかな？ちょっとわからないね、これね。じゃあまずは、弟子一番上でしょ。クラウド。こうなるよね、レベルだけ見ると。いけるかな。
やっぱヒーラー入れなきゃダメかね。あーヒーラー入れなきゃダメな気もするよな。まあちょっと一回これでいってみようか。はい、こんな感じで一応弟子こいつ回復にしとくか。応援持ってく。回復なくなってきたらちょっと怖いから回復2つ持ってって、ティーダさんはね、ティーダさん何できる？全然ちょっとアビリティがないからね。ファイラ剣、ファイラ剣、ウォーター剣、この辺持っていこうか。マジックブレイク、チャージ。もう音楽が素晴らしい。5だよね、5の方の音楽素晴らしい。もう適当です、この辺持っていくの。持っていけるだけ持っていくみたいな、こういう感じ。いいね、レコマってとこ設定しなくていいから楽だね、初めのうちは。よっしゃ、じゃあさ、まあできれば全体攻撃的なあれがいいよね。それとも新、いや新壁じゃ多分無理だよな。全体攻撃的な、なんかさ欲しいな。敵全体に強力7回連続の、あーこの辺どうなんだろう。ちょっとどうかな、わからんね。叫ぶとか、ちょっと敵全体行ってみる。これ乱れ風魔手裏剣7回連続ダメだったらちょっともう一回挑戦してみますけど、行ってみましょう。誰で打つかな。まあとにかくアビリティ少ないから、そのバーストアビリティでこう削れればいいなみたいな気もしますけどね。まあ誰でもいいや。弟子以外の4人でとにかく一番最初到達した人、ティーダあたりかな。スピード速い人ティーダだね、やっぱり。いけ、これでバリア剥がせればいいんだけど。いやもう全然剥がせない。でももう一発ぐらいで剥がせそうだな。ラムザ行け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 、剥がせ剥がせ、バリア剥がしちまえ。どうだ、剥がせない、剥がせない。あとはもう通常攻撃でどうにか。どれがどうだったっけ、どれがどうだった、忘れちったな、もうこれ。うわーダメだね。あーもうせめてこれバリアだけでも剥がせりゃいいかなと思ったけど、剥がしきれない。魔法で即死、耐久力がないってことかい。困ったね。じゃあだってやっぱ鉄壁かな、鉄壁じゃない、新壁だっけ。ダメだね、耐久力がないよね。防具がのとにかく薄いから。はい、まあこんな具合です。勝てませんな。どうにかして勝つ方法ないかな、勝てる方法。まあ勝てなくてもちょっと追い込める、追い込む、何か方法ないかな。でも一回行ってみますけどね。新壁使ってもな、ダメージはカットできるけど、多分バリアとかどうだろうかね。まあでも防御耐久力上げていくしかないよな。
じゃあ、トコモゾくんの新壁のグリモワ、これ使っていきましょう。あっと、そっか、スタミナねえんだ。じゃあいいや、ミスリル1個使うか。よいしょ。まあ、あんま本当は使いたくないけど、せっかく収録してるからね。いきましょう。これでダメだったら諦める。はい。あの、ノマダン、素直に行きます。ノマダン消化に、行きます。はい、行け。あとはもう基本的に殴るかな。本体に、なんだっけ、あれ、アビリティぶつけたいんで。あー、もう全然効かないね。ダメだね、これ。まあ、ある程度ダメージはカットできてるけど、それでも重いな、これ。重い。ダメそうっすね、これ。はい。ちょっとテンポ上げましょうか。ダメっすね。あ、沈黙効くのか。なるほど。沈黙を聞くわけね。沈黙付けにしてしまうのもいいかもしれんな、俺。なるほど。あ、入らない。オッケー。まあ、だとしても、まだいけないな、これ。アビリティの数も全然足らんし、耐久力もないし、まだまだ勝てませんな、こりゃ。これはそのうち壁が切れるのがオチだわ。こんな感じだったら。なるほど。これじゃあバリア頑張ってバリア剥がせたとしても本体を倒す余力が多分ないっすよね。落ちてあげようか。まだ壁はまだ生きてるね。でもそろそろだと思うんだよな。鉄壁、一応鉄壁貼っとくけど。あー、切れたかな。切れましたね。フレア。いってしまうんじゃないか、これ。大丈夫か？そのうちヘイスガもこれ切れるから、手数もちょっと減ってしまう。ダメだね、これ。やめましょう。時間の無駄。はい、現状まだ倒せないですね、これ。倒せたとしてもマスクリは無理。まあマスク、まあノーマルクリアでもいいんだけど。現状、ま、無理。火力が全然足りん。というわけでですね。まあ現状の強さってこんなもんです。はい。とりあえず目標としては、今ね、目の前の目標としては、
ミッションのこの4、試練の章4をクリアして、ガチャ回して、試練の5のこれをね、ミッションをクリアして、そんで、なんだっけ、そんでスタミナか、スタミナのマックスを60、分母を60まで持っていきたい。60まで持っていけば強ダンジョンにとりあえず挑むだけの、ね、ここ強ダンジョンに挑むだけのスタミナなるから、まずここをね、挑めるようにスタミナ60まで貯めたい。そんな感じかな。はい、ガチャ回すときはね、なるべく動画にしたいと思いますんで、そうっすね、ガチャ動画とかちょっと撮っていきたいなとは思ってますけど、そんな感じかな。じゃあ、しばらくまたノマダン行って、パワーアップダンジョン行ってっていう感じで行ったり来たりしたいと思います。はい、頑張ります。じゃあ次回は、そんな次回の展望はまあそういう感じかな。まあ動画外でその辺クリアして、もしよかったらこの今挑んだ、今挑んだね、なんだったっけ、 EX プラプラか、この辺クリアできるぐらいまで強くなってればいいなっていう感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあ今回はここまでにしましょうですね。はい、じゃあ終わります。ここまでご視聴ありがとうございました。